さてそろそろ公園を完成させたいぞということで、今回は噴水ともう一個ぐらいね遊具追加したいなと思ってますが、前回はねこのブランコ作りました。まあ見ての通り圧がすごい。あーパラー、一個だけね左側削ろうかなと思ってます。ちょっと噴水をつけるねスペースが足りない。まあ、ここあえてシンメトリーを崩してみましょう。で空いたスペースに噴水を作ろうと思ってるんですが、まだ全然イメージが固まっておりません。でねこの左側の植栽、これがね整然と並びすぎてて面白みに欠ける。こいつらのせいでねいいイメージが湧かないということで、まずはこの辺りのね護岸工事を先に済ませちゃおうと思ってます。それからね新しく噴水のイメージを作っていきましょう。で公園作りもね今回で3回目になるんですけど、前回前々回とエピソードというほどじゃないんだけどね小話を動画内に盛り込みました。で今回もそれがあるんじゃないかとね、もしかしたら期待して来てくれた方いるかもしれませんが、残念ながら今回はそれがありません。というのもね、まあ噴水というイメージでねなんか面白い話あったかなと思ったんだけど、まずね思い浮かべたトレビの泉、これね実は実際に見たことがあります。10歳か12歳かそのぐらいだったと思うんだけどね行ったことがありまして、まあその話をしたいところなんですが、まあ記憶にございません。何にも話すことがない。でうちの父親がね一時期トルコに仕事で行ってたことがありまして、まあ、父親にね会いに行くという名目で家族旅行に行きました。いつだったかな、それはもっとね前でね多分5歳とかだと思うんだけど、あこれはね今あれです、上手い人は凸凹を使うという話を聞きまして、ちょっと壁に凹凸をつけてみてますがうまくいくかは分かりません。まあそのトルコもね5歳なんで当然何も覚えてないんだけど、まあ衝撃的なのといえば猿だか羊だかの脳みそを食わされて、まあ速攻で吐いたっていう記憶ね。あとねなんか美術館に行ったんだけどめちゃくちゃ混んでてね、まあはぐれないように父親と手つないで歩いてたんだけど、なんだろう黒いねダビデ像みたいな石像の前でね、わあこれすごいねお父さんっつってね上を見上げたらね、俺が手つないでた相手がまあ見事な中東系、ニカッと笑うと歯が白い。いつねはぐれたのか知らないけどね、ずっとその人と手つないで美術館を巡ってました。めちゃくちゃ怖かったけどね。はいできました。こんな感じで護岸工事ね片側だけだけど済ませました。であと上手い人はね空いてるスペースをあまり残さないということで、ここちょっと寂しいところにね小さめの花壇を作っていきます。でその父親はそこトルコで働いてたからさ、まあ現地にも知り合いがもういるんだけど、まあ、その人の家にね招待されましてね、ご飯とか食べて近所のプールで遊んだりなんかして、なかなかいい思い出が今思い出すとね割と覚えてるなってこともあるんだけど、でそのプールで遊んでた時、こっちはね兄弟3人で行ってて、向こうはねアーメットさん家のイーさんとハーカン君2人兄弟とね、まあ、5人でねプールで遊んでまして、まあ、その5人のね記念写真を撮ろうと母親がねカメラを構えたんですけど、でいざそのね撮った写真をね現像してみるとね、トルコ人の親子が後ろに写ってまして、こう子供が写真に写るようにねポンと浮き輪を押しているシーンが写ってんだね。でね後でね母親から聞いたんだけど、そのおじさんがねうちの子も写真に入ったみたいだから、あの後で写真送ってくれないかみたいなことでね住所を教えられたんだって。まあうちの母親もね律儀な人だったんで、
それをね、日本に帰ってから現像してトルコに送ってあげたんだって。そしたらね、いつだろう、もうね、俺がね20歳ぐらいになった頃、突然ね、成田空港から電話が来まして、そのなんとかさんっていう方が、その入国審査が通らなかったんだけど、あなたの知り合いだからちょっと電話をつないでくれみたいのでね、その時のね写真をね持ってきてたらしいんだよね。まあ、だからその1枚の写真だけを頼りに日本に入国しようとしてたのね、入国審査通らないような人がね。怖っと思って、観光に来ただけならまだしも、その働くつもりでね、就労ビザなしで働くつもりで来てたみたいなねことになるとね、うちもちょっとその片棒担がされるのは困るからってことでね、まあ残念ながらそんな人知りませんというね返事をしたわけなんですけど、まあ今ね、そのトルコの記憶を呼び覚ましてみますとね、そのトルコの知り合いの家はね、だいぶ金持ちの家だった気がしてます。で、そのプールもね、なんかいいとこだったような記憶があるんで、まあ、そのおじさんもね、そこにいるぐらいだから、それなりの地位のある人だったと思うんだよね。まあ悪さをしようとしてきたわけじゃないとは思っておりますが、まあ突然来られても、突然トルコ人がやってきたと言われてもね、まあ困りますわ。はい、気づけば噴水作りが始まっておりますが、この高いところの噴水をね起動させる術がわからない。四隅を水で塞げば水が出ると思っていた時期が私にもありましたが、出ません。いろいろ試してましたらやり方が分かりました。まあこの塞ぐ順番とかねあるのかどうか分かんないんだけど、まあ一度枠で囲ってから水を流すと、まあどういう原理か分かんないんだけどね、全部塞いでも水が止まらないということだけは分かりました。なのでこの方法でまず上を起動させてからね、周囲を作っていこうと思ってます。あ、でもね、まあ行ったことない国にはもちろん行きたいんですけど、今まで行ったとこでもう一回どこに行きたいかと言われれば文句なしでトルコにもう一回行きたいですね。本場のケバブが食べたいです。近所にねトルコ人も割と多くて、お祭りとかあるとねケバブ屋とか出たりするんだけど、まああの辺はね漏れなく鶏肉使ってますんで、やっぱりね臭い羊のケバブ、これはおぼろげながら味を覚えてますけど、やっぱりあれが食べたい。日本でもね羊出すとこありますけど、やっぱり女性人気を意識するとね、どうしても匂いを抑えた羊使ってるお店が多いですからね、臭いケバブ、臭いラム食わすところはなかなかありません。まあ国内外問わず、今ね旅行するとどうしてもグルメ旅行になっちゃうんだよね。まあ観光名所、まあ観光名所は基本興味ないんだけど、芸術はね割と興味あるんだけどね、こうやって改めて思い出話をしようとするとどうしても食べ物の話ばかりになっちゃいますね。強いて言えばガウディのねサグラダファミリアは、まあ、見てみたいかなって気はしますね。建造物でありながら有機的な曲線を持つというねガウディの思想にはちょっと興味がありまして調べたこともありましたが、はい、というわけで公園作りが完成しました。ブランコは2台にしましてこんな感じ。そしてこちら今回のメインですね、噴水、まあ、いかにもオーソドックスな作りでございます。こんな感じですね。もうちょっとねいろんなギミックとか作れるようになったら、それこそねトレビの泉のようにねこの辺にもぐわーっと広げて大きなね見栄えのする噴水が作れればより楽しいかなとも思います。
で、あちらは最初に作った滑り台と砂場。で、このね、銅のブロックとランタンの照明の組み合わせすごく好きです。で、ここは下に吹き上げ噴水が入ってますね。定期的に水が吹きます。まあ飲めませんけどね、高さ的に。あれ、これって2段じゃないのかな。これ飛び乗れるんだね。今気づきました。で、床石なんだけど、最終的にね、結局この芝とチェックのまだらにしました。特にね、ノウハウが確立できたわけじゃないんですけど、まあ、どちらに統一しても地味だと思ったんで、今回はこんな形で割と気に入ってますけども。で、最初にね、噴水と遊具を作ろうと言ってたんですが、すっかり忘れてまして、慌ててさっき作りました。はい、3個目の遊具は何でしょうね。名前はありません。しょっこのこっち向きに乗るとね、割とうまく作動するんだけどね。はい、とても危険極まりない遊具が完成いたしました。はい、という感じで公園作りですね、終わりました。結構隙間も埋められたし、自分の中では今までで一番ちゃんと作れた気がします。結構大きくなっちゃったな。もうちょっと小さい児童公園でよかったんだけどね。はい、という感じで今回の動画はここまで。どうもご視聴ありがとうございました。